男子中学 60m 競走決勝、室内日本記録は朝原幸春君が樹立しました6秒55、大会記録は6秒82です。第1レーン和田瑞樹君、愛知田原中学。第2レーンジュニアオリンピック A100m 第1位、大橋直之君、新潟三条第一中学。第3レーン中澤雄也君、愛知小坂中学。第4レーン全日本中学校陸上競技選手権大会第2位、ジュニアオリンピック B100m 第1位、原田達也君、島根出雲第一中学。第5レーン宮本大輔君、山口松陽中学。第6レーン徳本裕太君、熊本山鹿中学。第7レーン中村龍馬君、京都八ヶ丘中学。第8レーン松村雄心君、熊本朝霧中学。以上8名の出場です。タイマーは8秒91。失礼しました、フィニッシュタイマーは6秒91。スカーボードをご覧ください。ただいまのリザルトタイムです。判定中とライブリザルトです。判定中と出ていますが、宮本くん6秒90、徳本くん 7秒06。正式記録をお待ちください。さあ、ボータードビー、さあ、十分な高さが出ています。男子中学 60m 競走決勝の結果です。1着宮本大輔君6秒90、2着徳本裕太君7秒08、3着松村雄心君7秒10、4着以下はご覧ください。